はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、前回、最後の方にね予告しました通り、こちらですね、ご紹介していきたいと思います。悠々白書から陽子クラマの方ですね。はい、こちらの方、はい、開封していきたいと思います。まあね、パッケージはこういう感じですね。はい、まあ名台詞ですね。バーン。いや、いいね。女性のファン層が多いからね、陽子クラマは。では早速ね、開封していきたいと思います。まずブリスターの状態を見ていきましょう。はい、ブリスターの状態まで持ってきました。はい、まあね、箱の中から見える範囲と変わりはないですね。ただ、付属の、手パーツですね。パーツとあと台座、はい、こちらがついてるっていう感じでね、まあほとんど付属品はもう少ないですね、ほんとね、うん、腕だけって感じで、はい、ではね早速開封して組み立てたいと思います。はい、組み立て終わりました。では見ていきましょう。はい、まず台座ね、台座はこういうまがまがしいというかね、歪んだ、渦巻き、はい、でシルバーですね。裏はねこういう風にね、突起がついてね、ちょっと浮いてる感じになってますね。はい、でまあ服はこういう感じですね。うん、で、顔を見ましょう。はい、まあねプリントはこういいと思いますけれどね、なんだかな、若干ちょっとね違和感があるかなって、ちょっと顎がちょっと長いつうか尖りすぎてるのかなっていうのがちょっと気になりますね。もうちょっと顎をこんな長くしなくてもよかったかなとは思いますけれどね。まあそこも人によりけりなのかな、なんかちょっと違和感あるかな、もうちょっと短くてもいいかなと思いますけどね、ちょっと尖りすぎて長いかなと思います。はい、で、耳、で髪の毛はね細かいね、やっぱねこうね、こう後ろを見てもね、やっぱこう一本一本がねすごい造形ができちゃいますね、ちゃんとね。で尻尾、いやいいね、尻尾もねグラデーションが入っててとってもいいと思います。はい、髪もグラデーションかかってんだね。いやいいね。じゃあちょっとね、この手パーツを、もう一つのパーツと、付け替えてみます。はい、付け替えました。いや、いいですね。なんかかっこいいね。バーン。いや、かっこいい。この仕草とかね、結構、女性心をくすぐるんじゃないですかね。この角度から見るとかっこいいよね。うん、この角度いいね。いや、いい。いいね、素晴らしい。やっぱでかいな、これ。身長がヒエと比べたら、ちょっとヒエとね、身長差並べて比べましょうかね。はい。ヒエこんなちっちゃいんだ。あ、でも、クラマ自体が、あれか、陽子化してちょっと大きくなってんだよな。全然身長差違うね。ここまで違かったっけ。大人と子供ぐらいの差だ。いいね、この二人。いいわ。いやこれ身長差すげえな。こんな全然違うな。いやどっちもやっぱね寿屋さんだからね、もうほんといいね、好きですね、造形。まあ皆さんもね悠々白書好きだったらまあ買って損はないと思います。あとねこれ確かまあ主人公の裏飯とあと桑原も出てた気がするんだけど、そっちはね、買ってないんですよね。まあ一応やっぱ自分として一番好きな比叡は外せなかったんですけどね、うん、まああとはやっぱ鞍馬がね人気があるんでね、ちょっとここら辺は押さえとこうかなっていうのでね、はい、購入させていただきました。まあね、皆さんは買いましたでしょうか。うん、いやーほんとねいいと思いますよこれは、うん、ということでね、まあ2日間にわたって「悠々白書」フィギュア、ご紹介しました。次回もね、新たなフィギュアが手に入り次第、ご紹介していきたいと思いますのでね、是非、チャンネル登録、あとね、見ていただきましたら是非ねいいねボタン押してください。ではね今日はこの辺で。ご視聴どうもありがとうございました。